ないぞ、お父さんさ、団子買ってくれよ。ダメだよ、団子買って。ダメだよ、団子買って。ダメだよ、ダメだよ、団子買って。ねえ、いいだろ、お父さん。ああ、分かって、買ってやるから、ついてこい、ついてこい。おう、団子屋、すまねえな。お前ら一緒じゃなかったのか。コマさんたちと一緒かと。待ちます。いや、サクッと終わらすか。はい。おい、こんばんは、ちょっといいですか。誰だ。お願いします。三浦明さんですね。警察です。後藤恵子さん殺害容疑で逮捕状が出ています。確認してください。パパ、子供の前では勘弁してください。三浦、てめえがな。分かった。しょうがないな。じゃあ表出ろな。サクッと終わったろ。さすが。はい。逃げようなんて思うなよ。あんなに苦労すると思わなかったな。あのビッグボーイ。おちゃんこはどうした。ちゃんこは。え、ヤナさん、ちゃんこならまだたくさんありますよ。そのちゃんこじゃねえや。ヤナさん、ちゃんこさん先輩ですよ。関係ねえよ。あいつがいたらもっと早く逮捕できたの。これペーってなんなかっただろうよ、うん。あ、ちゃんこさんどうしたんですか。ああ、電話したら木馬亭。落語、うん、え、許可したんすか。許可するとかしないじゃなくて、それだけ言って電話切ったからさ。え、落語って捜査よりそんなに面白いんですか。ちゃんこ許せねえ。まあまあ、ちょっと飲めよお前な。あ、私女性にも行ったことありません。知らねえよ。あ、みんな聞いてくれ。明日から在所番だ。出社には及ばん。やりたいことをやって存分に影響を養ってくれ。イエーイ。キリさん何するんですか。ん、デートだよ、デート。嘘の匂いがします。うっせえな。しげさんは何するんですか。釣りだよ。へえ。明日はね、大物狙うんだよな。あやな、行くだろ。はい。お前、俺と麻雀やるって言ったろ。あ、え、え、僕はちょっとあの息子と。ああ、久しぶりに面会か。拒否されてるんですけど、ちょっと行ってみようかな。いや、やめといた方がいいぞ。ますます合わせてもらえなくなるぞ。そうだよ、そうだよ。釣り行こう、釣り。いや、俺と麻雀だろ。あさってサッカー行こうぜ。オッケー。まず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 、私捜査したいです。だから事件がないだろ。じゃあ事件を担当してるチームに出張させてください。ダメ。やっぱり。だからね、お嬢ちゃんと遊んでる暇ないの。警視庁捜査一課の。どうだ。どう。私のは本物です。お、じゃあお手伝いお願いしていいかな。はい。
その子たちと遊んでやって。お姉ちゃんかわいいでしょ。ちゃんこさん、マヤの暦では2012年、まあ、つまり来年ですね、どうも人類がね滅んじゃうらしいんですよ。でところがね、その原因が意外なところにあるという話でね、実はねそれがこの私なんですよ。なんで？あ、そう、なんでと思うでしょ。それはね、こんな私を真打ちにしようって言うんですから、マヤの神様が怒っちゃったんでしょうね。どうもすいません。どうも今日は滑りがちのようなんで、こういう日はすぐに話に入った方がいいみたいですね。お父さん、開けてください。半死です。遅くなってすいません。なんかよく笑う、こんなによく笑う人初めてですよ、この話で。話も止まっちゃうんですから、まったく。まあ、あ、落語って面白いですね。ちゃんこさん、なんで笑わないんですか。我慢大会。ちゃんこ、俺をつけてたのか。あ、見かけたんです。うちすぐ近くなんです。いやー、行ってくるよ。こら、待て。大丈夫ですか。成績はいかがですか。は、おじいちゃん、ちゃんこさんはあだ名で本当は和田さんっていうの。ああ、それはそれは。どうも。で、しこ名は。和田の山です。できたらもんじゃ食べてってください。今鉄板の用意しますから。おっさんです。じゃあ色紙だ。いや、本当は小食なんだけどな。ただいま。あ、アリサちゃん、パトラッシュ散髪連れてってくれてたんだ。ありがとう、よかったね。シロ。あ、うちのパトラッシュです、男の子。実は犬苦手なんだ。あ、すいません。あ、用事思い出した。失礼します。え、あれ、ちゃんこさん、すいません、手形を。お世話になりました。おかげですか。どうしたの。わかんない、今の人犬嫌いなんて嘘だよね。パトラッシュ、犬嫌いな人に尻尾振ったりしないもんね。ラクゴー、ラクゴー、ラ、どうしてですか。太陽さん病気ですか。
夜の軍に来てね。親父さん、どういうことですか。いつもどうも。詳しいことはわからないんですが、お母さんの入ってる老人ホームから連絡があったんで。場所わかりますか。さあ。事件の匂いがします。どうして北風亭太陽さんを追いかけてるんですか。一緒に連れてってください。降りろ。降る。誰だよ。ごめん、悪い。呼べ。もしもし、キリさん、マンコです。お前かよ、なんだよ。デュークさんとデートなんですか。あ、うるせえな、切るぞ。ちゃんこさんが暴走してるんです。あ、北風亭太陽さんのお母さんが入ってる老人ホームに向かってます。全然話が見えません。じゃあな。ワンコだったらもう出なくていいから。俺は電話番かよ。もう調べてもらったから一緒に行ってください。 ありがとうございます。行くぞ。行ってまいります。ご苦労さん。行ってまいります。あ、これ違う。花森一子はどうですか。あの花は使えますね。だろ。いい刑事になるかもしれませんね。ところで五十嵐のことなんだが。お、撃ち抜いた。おっと、おっとっとっと。どうしてちゃんこさんは北風亭太陽さんにこだわってるんでしょう。ファンだから。ファンがお前親の老人ホームまで押しかけるか。あの匂いと関係してるのかな。匂い。ちゃんこさんの車の中で匂ったんです。あ、ここか。この番組は鈴木、明治製菓、ドコモ、味の素、家庭教師のトライ、花王の提供でお送りします。体操始めますよ。集まってください。最初腕の体操からいきます。はい。
昨日バカ笑してた。警視庁捜査一課の花森一子です。柳です。あの和田さんには包み隠さず話してますし、連絡があれば必ず通報します。だから寄せに来るのは遠慮してほしいんですが。ちゃんこさん見当たりませんね。ちゃこ、いや、ちゃんこ和田です。ああ、え、ここにですか。来てない。スーパーの強盗殺人事件。ちょっと大きな声、もうちょっと勘弁してくださいよ。弟さんが容疑者として手配されてるわけですね。そうです。和田さんは弟が会いに来るんじゃないかと私を監視してるんです。何年前の事件ですか。5年前です。俺もちゃんこさんももう13係にいたけど、そんな事件担当してないぞ。で、どこのスーパーですか。石川町のベニーです。横浜じゃないですか。はい。で、母親も長くないですから、弟には自首して罪を償ってほしいと思ってます。弟さんが現れましたら必ず連絡をお願いします。わかりました。ちゃんこさん事件を追ってたんですね。さすがです。バカかお前は。え、どう考えてもおかしいだろう。はい。なんで管轄外の事件を追うんだよ。管轄外って。俺たち警視庁が担当するのは東京都内で起きた事件だけだ。横浜で起きた事件は神奈川県警の担当だろうが。ああ、そっか。ありました、ありました。5年前2006年3月8日に発生したベニースーパー強盗殺人事件ですね。うちの和田は事件に関係してるんですかね。あ、お写真もありました。和田純さんですね。はい、そうです。警備員になりすました2人組の犯人がスーパーの事務室で強盗を働き、その責任を感じて犯人を追ってんだろ。和田刑事の車は数キロ離れたところに乗り捨ててありました。残された指紋から2人組の犯人を特定。中井小太郎は1年後に逮捕、植木清は現在も逃走中です。植木清が北風邸太陽さんの弟ですね。盗まれた金1000万は植木が所持しているものと思われます。植木清の遺留品はありますか。匂いを嗅がせてください。やめとけ。なるほど。そういや5年前ちゃんこ様子おかしかったことありましたよね。めったに笑わなくなったのもその頃からです。でもなんか腑に落ちないんですよね。確かに自分の車が犯人の逃走に使われるのは屈辱ですよ、ね、ちゃんこが執念燃やすのも分からなくもないです。でもちゃんこは今まで13係担当の事件捜査で手を抜いたことはないんです。この前が初めてですよ。そうだな。でもなんで今頃落語家のとこに現れるなんて思ったんだろう。これじゃないですか。北風邸太陽真内って何ですか。真内。簡単に言うと実力が認められて口座で取りを取る権利が与えられるっていうことだ。鳥って何ですか。自分で調べろ。あ、キリさん知らないんだ。知ってるわ。てかお前紅白歌合戦見たことねえの。てかお前がいると話が進まねえんだよ。そりゃめでたいことだけど来るかな。金の無心が目的なんじゃないでしょうか。ってどういうことですか。いちいち質問すんなお前は。事件は5年前です。その時に盗んだ金はもうすでに使い果たしてるんじゃないでしょうか。あ、そういうことか。でどうすんの。俺たちこの事件に関わるの。乗りかかった船です。犯人逮捕しちゃいましょう。だから神奈川県警マターだから。在庁番ですしね。目の前に事件があるのに。在庁番や休みっていうのは
次の事件捜査のための英気を養うのが目的なんですよ。けど在庁版だってのに13係ガン首揃ってんじゃねえかよ。リア充はいないのか。リア充って何ですか。あ、うな重、天獣の仲間ですか。食べ物ではないですね。なんだ、ワンコ一番若いのに知らないのか。初めて聞きました。リアルな生活が充実してること、まあネット用語だけど。解説ありがとうございます。いいえ。ん、クマさん、ジュークいませんよ。な、なに、デークの野郎、金髪姉ちゃんとデートでもしてんのか。発想が貧困です。うぜ、よし、俺もリア充してくる。な、何します。ちょ、とりあえず昼飯食いながら考えるかな。はい。リア充だ。今から食事？何でもご馳走してくれるって。パス。いや、表で待ってるのに。空いてるんだ。私にも選ぶ権利あるのよ。いい人だよ。君たち。時々切れるけど。それより和田さんの方が気になるな。やっぱり。和田さんが追ってる事件。あ、そっち？もしかしたら和田さん共犯なんじゃないかな。え？和田さんが逃走用に自分の車を提供した。だって変じゃない？和田さん都内に住んでるのになんで横浜のスーパーにいたのよ。奪った1000万山分けするつもりだったけど、あいつが全部奪って逃げた。それを取り戻すために落語家を見張ってんのよ。ありえないよ。いい人そうに見えて犯人、そういうパターンよくあるじゃない。ちゃんこさんに限って。じゃああれは和田さん、実はさ、ねえ、琴美、面白がってない？まあね。やっぱり。あ、バトラッシュ、そろそろご飯の時間だね。ん？あれ？どうしたの？どうしたのよ。あ、ヤマさん、もうちょっと待って。殺した。琴美、お願い。デートのはずだったんです。言い争った近所の松永さんのところ。俺は時間がかかりそうな山だな。どうする駒さん、被疑者はもう分かっちゃいました。見つけ次第確保してもいいですか。そうなの。はい、うん、じゃあすぐ連絡。はい、すいません、遅くなりました。おお、ちゃんこは知りません。デイク、ちゃんこに連絡したんだろ。イエス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 。ちゃんこさん、わさ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 、どうしたどうしたわさわさ、天体ならつけつけたいんで、うるさいバカ。いつまでお前そんなことやってやんで。いやー、ゆうべはご苦労さん、スピード逮捕だったな。いや、わざわざ俺たちが行くほどの事件じゃなかったですよ。いやだ、おはよう。あ、おはようございます。グッモーニン、ちゃんこ。ちゃんこ、昨日はどうして出動しなかった。何の真似だ。ちゃんこ、ちゃんこ、事件との関わりは分かりました。気持ちは分かるけど、辞表を出してまで捜査する事件じゃないでしょうね。
ちゃんこさん、もしかして犬と関係がありませんか？犬飼ってましたよね。匂います。バカだ、犬を飼っていたのはもう5年も前だぞ。うちのパトラッシュと同じトイプードルですよね。本当に匂うのか？名前はシロ。ここでよく遊ばせてたんだ。あれは横浜で評判のペットショップでトリミングをした帰りだった。途中でスーパーに立ち寄ったんだけど、シロに寒い思いをさせたくなくてエンジンをかけたまま鍵をかけずに車を降りてしまった。キャー、人殺し。お金も取られてる。おい、開いたぞ。おい、何やってんだお前。シロ、それがシロを見た最後だった。ちょっと兄さん、どうしてくれ。シロ、車が発見された時シロの姿はなかった。すぐに捕まった植木の共犯者は途中で車を降りていた。その時はまだシロは乗っていたが、だけど植木がその後どうしたかは知らないという。シロー、迷い犬の張り紙をしたりペットショップに行ったりいろいろ探し回った。だけど見つからなかった。マルヒの植木がシロを飼ってるかもしれない。それが最後の望みだった。だからマルヒをどうしても捕まえたかったんだ。それでマルヒのお兄さんの太陽さんを監視してるんですね。私探します。シロちゃんのこと探し出します。匂いで。キャリーバッグのシートお借りします。ただいま。あとはどこをどう探せばいいんだろう。あ、そっか。蛇の道は蛇、あ、じゃなくて犬の道は犬だね。君、何してる？ミハイルにお願いしてるんです。
田村さん協力してください。流しちゃんって。どげした、ひでちゃん。九州と地元で東京の電車は怖かばいって。何が怖かですかね、ひでちゃん。この前ね、満員電車に乗っ取ったらね、横におった女子の手にね、舌打ちばされた。よう生きとる。耐えた、うん、でもね、ひでちゃん、うん、僕から言わせりゃね、うん、そげな悩みは細かばいて。はい、もしもし、太陽さん。はい、え、はい、わかりました。マルヒから連絡が入って、今から東新橋のレストランバーで会うそうです。ちゃんこ、電話があったことを察知して北風亭太陽を問い詰めたそうです。じゃあ現場向かったのか。そうですね。コマ頼む。言われなくても行くよ。俺も行きます。おい、デーク車。だからデュークです。レッタ、うるせえなこの野郎。マーコ、今どこだ。これかわいいかも。そうしてるかもしれない。見逃すな。嗅いできます。まだ来てないのか。すいません、行ってきます。ちゃんこさん、この人犯人です。植木清だ。お前も逆回れ。だからさっきから白白ってなんだよ。犬だ。あの時車に乗ってただろ。ああ、あのチンケな犬か。犬、乗り逃げされた車に愛犬が乗ってたんです。だからちゃんこさんこの事件追いかけてるんです。そういうことだったのか。犬なら途中で放り出したよ、走ってる車からな。場所はどこですか。どこだったかな。高速道路走ってる時だった。情けなく泣きながら落ちてったよ。離せ。ちゃんこ、退職願い受理するよ。ボス、何もこんな時に。こいつはもう刑事じゃないから。あんたを殴っても警察不祥事ってことじゃねえからな。
白どこで車から。すいません。いえ。落語の演目にね、元犬っていうのがあるんだ。白い犬はすごく人間に近くて、来世は人間に生まれ変わることができる。そういう言い伝えを聞いた犬が、来世じゃなくて今すぐ人間になりたいって神社にお参りに行くんだ。すると姿は人間になれるんだけど、ついつい犬の癖が出てしまう。そこの描写が面白いんだ。ワンコ、お前匂い嗅ぐとき鼻ヒクヒクさせるだろう。お前も元犬なんじゃないか？かもしれません。シロ、人間に生まれ変わってくれたらいいんだけどな。そしたらまた会えるからさ。シロちゃんは人間に生まれ変わったりなんかしません。おい、夢ぐらい見させてくれたっていいだろう。シロちゃんは絶対に生きてます。ありがとう。はい、花森です。え、シロちゃん見つかったんですか？いや、私には何とも。別の事件で出動していたんですが、ミハイルがここで急に動かなくなったんです。もしかしてと思って連絡したんですが。匂います。シロちゃんの匂いです。本当か？だよね、ミハイル。はい。あの、夜分遅くにすいません。犬を飼ってらっしゃいますか？ええ。シロのトイプードルですか？そうですけど、何か。確かに5年前に拾いました。こうすると舐めるんですよ。シロ、シロ、シロ、
ごめんなしろ。みー、はい、行こう。シロちゃんを本当に大切に育ててくれていました。それでシロちゃんはちゃんこのとこに戻って、めでたしめでたしか。いえ、ちゃんこさんは、シロ、うん、一日だけシロを預かり、さっき、5年間愛情を注いでくれた人と引き離せないって。じゃないかなあボス。えワイ関西弁。いや、なんでやろ。いやな、お前の話を聞いているような気がしたよ。コマさんひどい。それすまんすまんボス、ちゃんこさん戻ってきてもいいんですよね。あ、退職願い受理してましたが。ああ、受理しない。取り消し取り消し。誰か連絡してくれ。はい、あ、今は繋がらないと思います。涙の匂いがします。おお、お前たちついてちゃダメだよ。戻ってきた戻ってきた。はい、名前は何ていうのかな。シロです。うん、そりゃそうだろうけど、あだ名かなんかだろ。本当はシロ吉とかシロ太郎とか言うんだろ。ただシロです。ただシロって、ただシロか、いい名前だね。ベラベラ出てんねん。本当に変わってるね、お前。そんなに面会はできません。どうしてですか？体調でも悪いんですか？いえ、本人があなたに会いたくないと。あ、私花森一子です。何かの間違いじゃないですか？間違いありません。花森一子さんに会いたくないそうです。どうして？ガラさん、嘘の匂いがします。あれが原因ってことは、デカワンコ見逃し配信やってます。デカワンコ見逃した方、もう一度見たい方はこちらまで。今こそ私の出番じゃありませんか。コスロリパーティーですよ。お茶会な。またそんなフリフリの服着てんのか。私はパパのお人形じゃない。キリが従業員として潜入している。門馬係長、容疑者を逮捕します。この番組は鈴木、明治製菓、ドコモ、味の素、家庭教師のトライ、花王の提供でお送りしました。どうしてですか？太陽さん病気ですか？夜の部に来てね、
親父さん、どういうことですか。いつもどうも。詳しいことはわからないんですが、お母さんの入ってる老人ホームから連絡があったんで。場所わかりますか。さあ。事件の匂いがします。どうして北風亭太陽さんを追いかけてるんですか。一緒に連れてってください。降りろ。降る。誰だよ。ごめん、悪い。呼べ。もしもし、キリさん、マンコです。お前かよ、なんだよ。デュークさんとデートなんですか。あ、うるせえな、切るぞ。ちゃんこさんが暴走してるんです。あ、北風亭太陽さんのお母さんが入ってる老人ホームに向かってます。全然話が見えません。じゃあな。ワンコだったらもう出なくていいから。俺は電話番かよ。もう さん、どういうことですか。いつもどうも。詳しいことはわからないんですが、お母さんの入ってる老人ホームから連絡があったんで。場所わかりますか。さあ。事件の匂いがします。どうして北風亭太陽さんを追いかけてるんですか。一緒に連れてってください。降りろ。降る。誰だよ。ごめん、悪い。呼べ。もしもし、キリさん、マンコです。お前かよ、なんだよ。デュークさんとデートなんですか。あ、うるせえな、切るぞ。ちゃんこさんが暴走してるんです。あ、北風亭太陽さんのお母さんが入ってる老人ホームに向かってます。全然話が見えません。じゃあな。ワンコだったらもう出なくていいから。俺は電話番かよ。もう
どうぞ。ありがとう。お待たせいたしました。すまないね。逆にとんでもありません。ありゃ、ワンコ。あ、ヤナさんもいたんですか。 いるさ。シゲさん、大物狙うって言ってたから海かと思ってましたよ。ここはね、大物が釣れるんだよね。ありがとうございます。 いえ。ん、クマさん、ジュークいませんよ。な、なに、デークの野郎、金髪姉ちゃんとデートでもしてんのか。発想が貧困です。うぜ。よし、俺もリア充してくる。な、何します。とりあえず昼飯食いながら考えるかな。はい。リア充だ。今から食事。何でもごちそうしてくれるって。パス。いや、表で待ってるのに。私にも選ぶ権利あるのよ。いい人だよ。君たち時々切れるけど。それより和田さんの方が気になるな。やっぱり和田さんが追ってる事件。あ、そっち。もしかしたら和田さん共犯なんじゃないかな。え、和田さんが逃走用に自分の車を提供した。だって変じゃない？和田さん都内に住んでるのに、なんで横浜のスーパーにいたのよ。奪った1000万山分けするつもりだったけど、あいつが全部奪って逃げた。それを取り戻すために落語家を見張ってんのよ。ありえないよ。いい人そうに見えて犯人。そういうパターンよくあるじゃない。ちゃんこさんに限って。じゃああれは和田さん、実はさ。ねえ、琴美、面白がってない？まあね。やっぱり。あ、バトラッシュ、そろそろご飯の時間だね。ん、あれ、どうしたの。どうしたのよ。あ、ヤナさん、もうちょっと待って。殺した。琴美、お願い、先行きます。失礼だ。デートのはずだったんです。ヤナさん、近所の松永さんの。俺は時間がかかりそうな山だな。どうする。駒さん、被疑者はもう分かっちゃいました。見つけ次第確保してもいいですか。そうなの。はい、うん、じゃあすぐ連絡。はい、すいません、遅くなりました。おお、ちゃんこは。すいません。浜まで評判のペットショップでトリミングをした帰りだった。途中でスーパーに立ち寄ったんだけど、シロに寒い思いをさせたくなくてエンジンをかけたまま鍵をかけずに車を降りてしまった。キャー、人殺し。お金も取られてる。おい、開いたぞ。おい、何やってんだお前。シロ、それがシロを見た最後だった。どうしてくれ。車が発見された時、
シロの姿はなかった。すぐに捕まった植木の共犯者は途中で車を降りていた。その時はまだシロは乗っていたが、だけど植木がその後どうしたかは知らないという。シロ！迷い犬の張り紙をしたり、ペットショップに行ったり、いろいろ探し回った。だけど見つからなかった。マルヒの植木がシロを飼ってるかもしれない。それが最後の望みだった。だからマルヒをどうしても捕まえたかったんだ。それでマルヒのお兄さんの太陽さんを監視してるんですね。私探します。シロちゃんのこと探し出します。匂いで。キャリーバッグのシートお借りします。ただいま。あとはどこをどう探せばいいんだろう。ちゃんこさん、この人犯人です。植木清だ。ワイド逆回れ。はい。待て。植木、だからさっきからシロシロってなんだよ。犬だ。あの時車に乗ってただろ。ああ、あのチンケな犬か。犬？乗り逃げされた車に愛犬が乗ってたんです。だからちゃんこさんこの事件追いかけてるんです。そういうことだったのか。犬なら途中で放り出したよ、走ってる車からな。場所はどこですか？どこだったかな。高速道路走ってる時だった。情けなく泣きながら落ちてったよ。離せ。ちゃんこ、退職願い受理するよ。ボス、何もこんな時に。こいつはもう刑事じゃないから。あんたを殴っても警察不祥事ってことじゃねえからな。
車が発見された時シロの姿はなかった。すぐに捕まった植木の共犯者は途中で車を降りていた。その時はまだシロは乗っていたが、だけど植木がその後どうしたかは知らないという。シロ！迷い犬の張り紙をしたり、ペットショップに行ったり、いろいろ探し回った。だけど見つからなかった。マルヒの植木がシロを飼ってるかもしれない。それが最後の望みだった。だからマルヒをどうしても捕まえたかったんだ。それでマルヒのお兄さんの太陽さんを監視してるんですね。私探します。シロちゃんのこと探し出します。匂いで。キャリーバッグのシートお借りします。ただいま。あとはどこをどう探せばいいんだろう。あ、そっか。蛇の道は蛇、あ、じゃなくて犬の道は犬だね。君、何してる？ミハイルにお願いしてるんです。田村さん、協力してください。流しちゃんって。どげんした、ひでちゃん。九州土地元で、東京の電車は怖かばーいって。何が怖かですかね、ひでちゃん。植木清だな。賄賂500万円。はい。さっきからシロシロってなんだよ。犬だ。あの時車に乗ってただろ。ああ、あのチンケな犬か。犬？乗り逃げされた車に愛犬が乗ってたんです。だからちゃんこさんこの事件追いかけてるんです。そういうことだったのか。犬なら途中で放り出したよ、走ってる車からな。貴様、どこだったかな。高速道路走ってる時だった。情けなく泣きながら落ちてったよ。ちゃんこ、退職願い受理するよ。ボス、何もこんな時に。こいつはもう刑事じゃないから、あんたを殴っても警察不祥事ってことじゃねえからな。
教えてくれ。シロ、どこで車から。それがシロを見た最後だった。車が発見された時、シロの姿はなかった。すぐに捕まった植木の共犯者は途中で車を降りていた。その時はまだシロは乗っていたが、だけど植木がその後どうしたかは知らないという。シロ、迷い犬の張り紙をしたり、ペットショップに行ったり、いろいろ探し回った。だけど見つからなかった。マルヒの植木がシロを飼ってるかもしれない。それが最後の望みだった。だからマルヒをどうしても捕まえたかったんだ。それでマルヒのお兄さんの太陽さんを監視してるんですね。私探します。シロちゃんのこと探し出します。匂いで。キャリーバッグのシートお借りします。ただいま。あとはどこをどう探せばいいんだろう。あ、そっか。蛇の道は蛇、あ、じゃなくて犬の道は犬だね。君、何してる？ミハイルにお願いしてるんです。田村さん、協力してください。気持ちはわかるけど、辞表を出してまで捜査する事件じゃないでしょうね。すいません。関係がありませんか？犬飼ってましたよね。匂います。バカな、犬を飼っていたのはもう5年も前だぞ。うちのパトラッシュと同じトイプードルですよね。本当に匂うのか？Oh, oh, 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 oh.
名前はシロ。ここでよく遊ばせてたんだ。あれは横浜で評判のペットショップでトリミングをした帰りだった。途中でスーパーに立ち寄ったんだけど、シロに寒い思いをさせたくなくてエンジンをかけたまま鍵をかけずに車を降りてしまった。キャー、人殺し。お金も取られてる。おい、開いたぞ。おい、何やってんだお前。シロ、それがシロを見て三係にいたけど、そんな事件担当してないぞ。で、どこのスーパーですか？石川町のベニーです。横浜じゃないですか？はい。で、母親も長くないですから、弟には自首して罪を償ってほしいと思ってます。弟さんが現れましたら必ず連絡をお願いします。わかりました。ちゃんこさん、事件を追ってたんですね。さすがです。バカかお前は。え、どう考えてもおかしいだろ。はい。なんで管轄外の事件を追うんだよ。管轄外って？俺たち警視庁が担当するのは東京都内で起きた事件だけだ。横浜で起きた事件は神奈川県警の担当だろうが。ああ、そっか。ありました、ありました。5年前2006年3月8日に発生したベニースーパー強盗殺人事件ですね。うちの和田は事件に関係してるんですかね？あ、お写真もありました。和田純さんですね。はい、そうです。警備員になりすました2人組の犯人がスーパーの事務室で強盗を働き、その責任を感じて犯人を追ってんだろ。和田刑事の車は数キロ離れたところに乗り捨ててありました。残された指紋から二人組の犯人を特定。中井小太郎は1年後に逮捕、植木清は現在も逃走中です。植木清が北風邸太陽さんの弟ですね。盗まれた金1000万は植木が所持しているものと思われます。植木清の遺留品はありますか？え、匂いを嗅がせてください。やめとけ。なるほど。そういや5年前ちゃんこ様子おかしかったことありましたよね。めったに笑わなくなったのもその頃からです。でもなんか腑に落ちないんですよね。確かに自分の車が犯人の逃走に使われるのは屈辱ですよ、ね、ちゃんこが執念燃やすのも分からなくもないです。でもちゃんこは今まで13係担当の事件捜査で手を抜いたことはないんです。この前が初めてですよ。そうだな。でもなんで今頃落語家のとこに現れるなんて思ったんだろう。これじゃないですか？